ウォルター・ウィリアム・スキートウォルター・ウィリアム・スキートは当時のイギリスで抜群の存在として知られていた文献学者。イギリスの高等教育における学科目としての英語の普及に貢献した人物である。スキートはロンドンに生まれ、キングス・カレッジ・スクール、ハイゲート・スクールに学び、ケンブリッジ大学クライス・ツ・カレッジに進み、1860年7月にクライス・ツ・カレッジのフェローとなった。 1860年にはイングランド国教会の執事に上され、同年12月にはイースト・ディラーム教区の副牧師となり、1861年から1862年の大部分、その任にあった。また、1862年から1863年にかけてはゴダルミング教区の副牧師を務めた。1864年10月に、 数学の講師としてケンブリッジ大学に戻り、1871年までその任にあった。やがてスキートは英語史への関心を深めていったが、本人によると当初は主にヘンリー・ブラッドショーによる調査研究から学んだという。1870年にオックスフォード大学が企画した調査のエディション編さんに際してスキートはブラッドショーと共に参加することとなっていたが、 ブラッドショーはスキートを拒み、単独で編纂すると主張した。1878年、スキートはケンブリッジ大学のアングロサクソン語の教授に選ばれた。スキートは、ジョン・ミッチェル・ケンブルが手掛けていた、アングロサクソン語スペルスのエディションを完成させ、その他にもアングロサクソン語やゴート語についての多くの業績を残したが、おそらく最も広く知られているのは中英語に関する業績で、 とりわけ、調査作品や、ウィリアム・ラングランドの、ノーフ・ピアズの夢の、標準エディションが知られている。スキートは、英語方言協会を創設して、1873年から1896年にかけて、その唯一の会長を務めた。協会の目的は、英語方言辞典の観光を目指して、それに必要な資料を収集することであったため、 この目的を果たした教会は1897年に解散した。スキートは没後、ケンブリッジのアセンション教区墓地に埋葬された。妻、バーサ・クララと娘のバーサ・マリアンも後に合葬された。同盟の息子、ウォルター・ウィリアム・スキートは人類学者となった。孫の代には著名な古文書学者であるセオドアクレッシー・スキートや、 ステンドグラス作家のフランシス・スキートがいる。純然たる文献学の分野におけるスキートの主要な業績は英語の語源辞典であるエタマロジェクル・イングリッシュ・ディクショナリーである。この辞典の準備の中でスキートは単語の語源に関する何百もの短い記事をロンドンを拠点としていた学術誌ノーツクイリーズ史上に発表した。スキートは 幽霊語という表現を生み出し、この厄介で困難な主題についての第一人者となった。スキートはまた地名研究の先駆者でもあり、この方面の主な業績には以下のものが含まれている。スキートは多数の中世紀のテキストのエディション編纂ん、工に取り組み、現代における最初の場合によっては唯一のエディションを生み出した。 ザホリー・ゴスペルス・イン・アングロ・サクソン、ノーサンブリアン、アンド・オールド・マーシアン・バージョンズは1871年、チョーサーの天体観測議論は1872年に、刊行され、スキートによる、ノーフ、ピアズの夢の3種類のテキストを収録したエディションは1886年に、刊行された。1894年から1897年に、かけては、 ザ・コンプリートワークス・オブ・ジェフリー・チャウサーが刊行された。スキートはこの他にも、初期英語文献協会のために、多数のテキストのエディションを公表しており、その中には、ジョン・バーバーの、ブルースや、ピアス・ザ・プラウマン、エス・クレリ、騎士道物語の類である、デンジン・ハベロックや、ウィリアム・オブ・パラーンなどがある。スコットランド文献協会のためには、ザ・キング・スクエルの工程を行い、 トーマス・チャタートンの著作のエディションも、チャタートンが用いた古語の出所の検討も付して、1871年に全2巻で刊行した。スキートは、一般の読者のために、調査を1巻にまとめたエディションも刊行し、他方では、天体観測議論に詳細な注釈を加えた、エディションを独立した一冊として刊行した。スキートが編纂したエンシャムのエルフリックスの、 ライブズ・オブ・ザ・セインツは今日でも主要なエディションとしての地位を保っているが、その中にはミス・ガニングとミス・ウィルキンソンと記された二人の女性たちによる翻訳が含まれており、そのことは序文の中で言及されている。A.J. ワイアットによれば、スキートは意外な教師ではなく、教える仕事は彼から学んだ弟子たち、つまり、ワイアット自身や、イズレール・ゴランツに、 任せていたと述べつつ、彼の教え方はエピソード中心だった。それでもごく少数の熱心な受講者たちがいた。彼らは最も実用性のないもの、スキートが試験や調バすのことなど忘れて、古今の雑談な物事について記憶の中から取り出してまき散らす内容に興味を持っていた。スキートによる教育用の著作には以下のようなものがある。スキートは、 国家公務員として身分保障を受けていた当時のドイツの大学教員に十分対抗できたごく少数の英語研究の専門家の一人であった。ヘンリー・スウィートと同じようにスキートもチョーサーやその他の中世紀の英語作家たちを国語としての英語の伝統の一部と捉えており、数多くのドイツの学者たちが英語テキストの領域に介入してくることに反対した。 ドイツ人学者たちの成功に苛立っていたスキートは、調査自身も生まれたロンドンの出身だということだけで評価は下がるのかもしれないが、ドイツからの継続的な介入なしに、英語史の父についての研究に貢献することが認められるべきだと辛辣に述べている。ありがとうございます。